こんにちは、辰之助です。今回からは、昔よく使っていた、ゆっくりムービーメーカーを使っての動画になっていく予定です。何かと慣れないこともあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回はメルカリで買った、イングラムマック11の修理です。価格は送料込み640円、分解して壊れました。おい。分解品ってことなので部品かけが心配ですが、とりあえず購入ポチー。一度の購入者返送を経て、届きました。とりあえず戻せるものだけ戻したって感じ、バラバラの部品たちを戻すべく、ご開帳。いろいろと突っ込みたいところですが、一緒についてきた部品たちを戻しましょう。と、ここで事件発生。部品が足りない。足りないのはラチェットの軸部分、太さ1ミリほどの金属棒です。金属棒なんてそんな都合よく手に入るわけ。あった、いつぞやのミニ四駆のシャフトです。これを、こうして、完成、作業時間3時間の対策です。そうとくればいざ試し打ち。動力は単4電池4本です。まずはセミオート、何かを狙って、ファイヤー。何かの間違いかもしれません。しっかりセミに合わせて。ダメじゃん。ついでに10金セーフティーが効きません。さて、今回はここまでです。その後 0.12g 弾で発射してみましたが、特に問題はありませんでした。セミフル切り替えとセーフティの部品の問題のようです。初見で見た感じ嫌な予感はしていましたが、最近またメルカリで色々買ったので、今度はそっちもレビューしようかと思います。それではご視聴、ありがとうございました。